インターネットレディオ goodair.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3,GO! 久しぶりです。どうも、中村健太郎です。再稼働ということで、ちょっと今日は計画していることがありまして、うちの動画の中でもですね、たくさん皆さんに、まあ、あの評価してもらえている、大して再生はされてないんですが、嫁と2人でですね、出かける企画、隣には嫁がいるシリーズというのがありまして、今夜かな、いや明日の朝になるかもしれませんけど、朝方ぐらい、からですね、嫁と2人で、ちょっと熊本県内を旅に、出かけようかというふうに思っております。完全に仕事もお休みをして、まあ多分まあ一回帰ってきたりするのか決めてないですけど、完全なるノープランで嫁さんとお出かけをする、隣には嫁がいるシリーズ、多分 with ミッキーうちのうさぎさんね、もう四国も二人で回ったりとか確保してるので大丈夫だと思うんですけど、うちのうさぎも一緒にですね、ちょっと熊本県内をブラブラと出かけて、まあ、嫁さんの仕事の都合上、熊本県内からは出てはいけないことになっていまして、まあ、出るとなんか自腹で PCR 検査を受けなきゃいけないとか、いろいろそういうのがおーちょっとっとあるみたいで、まあそんな中で、ちょっと2人で出かけてこようかという計画を現在立てております。なので熊本県内でですね、ここ行ってこいとか、ここ見てこいとか、ここの景色をちょっと見てこいとか、なんか食べてこいとか、そういう皆様からのなんか指令をちょっと待ってみようかなというふうに思うわけでありますなのでなんか指令ください今日は今から仕事なんですけど、仕事が終わってからね、仕事が終わって、まあちょっとゆっくりはすると思います。なので朝方かな、出かけるとしたらになるような気がするんですけど、ちょっと2人で皆様からいただく指令に沿ってですね、お出かけをしてこようかなと思います。今回のごめんなさい、今回の指令送り先なんですが、一応ですね、今回の指令の送り先は、ツイッターの方で今回募集しようかなと思います。インターネットラジオグッドエアのツイッターの方が、概要欄に載ってますので、ぜひよかったら、そちらの方にこの動画をねシェアしておきますから、そこにぜひ皆さん、ここに行けとか、ここ見てこいとか、ここ行ったことないんだけど良さそうだから行ってこいとかねそういう情報を募集しております。はい、どこなと、まあ可能な範囲で行ってこようかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そしてどこにいるかも、ツイッターの方にですね、今どこら辺にいますっていうのは、時々1時間に1回ぐらいとか、寝てない限りは書き込みをしていこうと思うので、その書き込みで、あ、そこら辺にいるんだったらどこ行ってこいとかね、そういうのがあったらありがたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、皆様から様々な指令をお待ちしておりますので、思いついた指令ぜひ、ツイッターの方、まあこの概要欄でもいいんですけど、概要欄というかコメント欄でもね、いいんですけれども、この動画の方は多分、消しちゃうので、多分この、30、31、9月1日になるとこの動画は消そうと思っていますから、ぜひ指令をお待ちしております。よろしくお願いします。あとぜき Thank you for your listening goodair.comStay tuned。 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。